こんばんは。リコネクションソウルリーディングエナリトリートチェックスです。今日は、前回紹介した、飯島秀幸さんの、宇宙にたった一つの神様の仕組みという本の中にある日本昔話を、とても興味深い視点から解説している、ものを紹介したいと思います。今日はかぐや姫です。竹から生まれたかぐや姫。竹から人間が生まれることはないです。ここで言う竹とは中性子のことを意味しています。松、竹、梅です。松の葉は細長く海岸沿いに多く見られるアルカリ系です。梅の木は葉が丸く、梅の実は酸です。酸とアルカリに分かれます。では竹は？竹は中性です。中性から生まれた姫なのです。正確には中性の心を持った意識体と言った方がいいと思います。中性はすべてを生み出している源です。宇宙は中性で存在しています。姫が成長し結婚適齢期を迎えます。5人の青年がやってきます。5人衆に結婚の条件として難問を提示します。5人は姫から出された意味が分からず、目先にある偽りのものを持って献上します。一人一人頼まれ物を姫に差し出すのですが、姫は5人のものに、これはすべて偽物であると見破ってしまいます。姫は何を5人のものに頼んだのでしょうか。姫が頼んだのは土、水、火、風、空とこの世の五感的な物質ではなく内面的なものだったのです。姫はどうしてこれらはすべて偽物ですと言えたのでしょうか。姫は本物を知っていたからです。本物を理解している姫はどこに帰ったのでしょうか。月を天に例え天に帰ったのです。五感物質で生きる世界を地獄と言い、原点、本質で生きる世界を天国と言います。天という場所があるのではないのです。地という場所があるのでもないのです。原点の心で生きているか、物質的結果で生きているかで、心の状態の相違なのです。実際には天国と地獄は同居しているわけです。この世で悟った方はこの世の天国に住んでいると表現し、未熟な心でこの世に住んでいる方をこの世の地獄に住んでいると表現しているだけなのです。このように日本昔話は外面的には意味が分かりづらい物語ですが、内面的にはすべてが統一された聖書なのです。